マルティン・ガルシア島の位置、ウルグアイとアルゼンチンの国境付近のコ路ロズ、左上の川口付近に見える二つの島のうち小さい方がマルティン・ガルシア島。マルティン・ガルシア島は、アルゼンチンとウルグアイの国境のラプラタ川の河口のウルグアイ領海内にあるアルゼンチン領の島である。アルゼンチンが保有し自然保護国として管理することが、1973年に、 ウルグアイとアルゼンチンの間で合意されている。面積1.84平方キロメートルの島で、住民は約50世帯150人でブエノスアイレス市に属している。戦略的に重要な位置の島で、1820年代に建てられたアルゼンチンの要塞の遺跡がある。1827年のアルゼンチン・ブラジル戦争では、戦場となった。その後、 軍事政権が逮捕した政治家の収容所する場所となり、リポリト・イリゴージェン、フアンペロン、アルトゥーロ・フロンディシラの元大統領が留置された。マルティン・ガルシア島空港があり、飛行機で島に渡ることができる。1516年に、スペインのフアンディアス・デソリスの探検隊によって、発見された。上陸した後に死んで、死体が埋葬された、メシいのマルティン・ガルシアの名前が付けられた。 その時点からこの戦略的に重要な場所にある島は、スペインとポルトガルの間で保有が争われた。1765年から1886年まで流刑地として用いられた。また最初の総督、ペドロデサバイオスによって強化され、軍の駐屯地となった。1814年に、アイルランド生まれのアルゼンチンの海軍帝督、ウィリアム・ブラウンは艦隊を率い、 島に上陸し大東派を破りマルルティンシアルゼンチンの独立戦争や1820年代のアルゼンチン・ブラジル戦争でも戦場となった。1830年代のブエノスアイレス州知事フアンマヌエル・デロサスの時代の内戦で1838年には英仏連合軍に攻撃され後に モンテビデオを亡命したユニタリアンの党派からなる連合軍に占領された。1840年代にロサスの連邦軍によって再占領されたが、ロハスの失脚によってアルゼンチンの内戦は終了した。1870年代にアルゼンチンの大統領ドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエントはアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイが共同で管理する小さな州とし、州都として アークイーロパリス氏とすることを提案した。1870年代にパンパのインディオ諸部族を相当する砂漠の征服作戦がアルゼンチン軍の勝利に終わると多くの先住民族の指導者が島に留置された。1886年から島はアルゼンチン海軍に管轄されるようになった。アルゼンチンの領土からの距離は3キロメートル以内であり。 1973年11月19日に、ウルグアイとアルゼンチンの間で、ウルグアイ領海中のアルゼンチンの飛び地として、アルゼンチンの領有が合意された。現在のマルティン・ガルシア島は、アルゼンチンの管轄下で、固有の動植物の保全のために、自然保護区となっている。1985年に、海軍は、ブエノスアイレス州に、島の建物や、施設の所有権を譲渡した。 島は観光地となり、多くの著名な観光スポットの中には、古いチャイナタウンや、要塞の遺跡、刑務所の診療所、アカシカの生息つもりなどが観光スポットになっている。ありがとうございます。